皆さんおはようございます。今回の私どもの公安協会の総会がご当地で開催されることになりまして、ぜひともこの機会に震災について皆様と共に考えたいというふうに存じた次第でございます。どちらかというと、その今社会全体がどういうふうにこう脆弱化しているかとか、その中で公安が何ができそうかというようなところの、私の思っているところをこうお聞きいただくと、このような仕組みにしたいと思います。緊急救援のための物流と、経済社会を早く復旧させるための物流というのは2つあるだろう。まあ、後者の今の生産に関して言えばこちらです。それから最初に申し上げました、人命を、人の健康とかをですね、サポートするというのはこちらだと思うわけでございます。で、特にその最初の段階で被災者の捜索救助段階でもですね、今回は船が使われました。自衛隊がですね、東北に行くときに北海道の自衛隊の部隊全部フェリーからかなりの部分がフェリーを使った、こういったことは今回見られます。これが、まあ、救援者の捜索救助の段階での港の役割、海軍の役割、それから救援ですね、まあ、いろんな支援物資をどうやって届けるかということになります。まあ、こういったところにも港の役割が出てくるかなというふうに思います。タイムリーで良かったと思いますね。震災復興の状況が見れて、それとまたすごい発展している状況も見れて、すごい、私清水ですけれども、なんか負けちゃいそうみたいな感じがしました。私は九州の方から来てまして、テレビとか新聞とか報道で災害は当然知ってるんですけど、やはり外から見たと言いますか、第三者的な感じでずっと見てましたもんですから、実際こういった形でですね、具体的な中身をちょっと聞かせてもらったのも初めてだったんで、改めて震災のひどかったことをちょっと確認と言いますか、ちょっと感じたような状況でした。今年はですね、東日本大震災から4年目を迎えまして、今我が国全体としても国土の強靭化を図る、必要がある、あるいは国民の安全安心の確保に、強い関心が寄せられているという中でですね、大震災で大きな被害を受けたにもかかわらず、災害に強い港づくりに向けて、現在頑張っておられる、茨城港の現地視察を組み入れながら、実体験と実践をご紹介いただく講演会ということで実施しております。国土計画局の